12時52分高速道路の師走の神橋の上です。ここから滝山に登ります。階段を上がったら側溝沿いの道ですね。杭があります。ピンクリボンがあります。戻ってきて貯水タンクがあって沢があります。山道こっちあるんかな。白いテープが続いていますが文字はありませんね。分岐です。上に登りましょう。岩がありますね。この道は昔の生活道路だったんでしょうかね。今使ってないのでは。倒木があって荒れてる感じだからこっちから迂回するのかな。13時13分尾根に上がってみたらやはり別の道があったんですね。すぐにシダが増えてきました。シダと倒木です。ちょっと植林だから下草ないとこ迂回しましょう。こっちがいいさそうですね。迂回して上側です。岩があります。どう見ても道ですよね。人工物のはずですが岩です。左に沢があります。水が流れています。沢を見て悩んでいますが下草がないから稜線まで上がってみましょうか。空が見えます。これも植林管理の道でしょうね。13時36分尾根に出ましたが踏み跡薄くなっていますね。山道ではあるんですけどもね、あまり使われてない山道ですね。また別の山道に合流。こっちがはっきりしてるしリボンがあります。太陽の方向、この道なら安心ですね。ロープがあります。樹冠から団地が見えています。綺麗な道です。振り返っています。荒谷山ですね。阿佐動物園の方向です。そしてあそこが高速道路でクッチのパーキングでしょうね。緩やかな山上ですね。城跡です。ここに下山路があるからこっちを登りたかったんですね。なだらかな道で息が整いそうです。展望場があるんですね。510メートルの案内があります。後ではしご登ってみましょう。ここらが一つのピークですね。ここは休憩場ですが良い展望場がありますね。荒谷山です。左奥に白木山が見えています。そして武田山に檜山、丸山に大茶臼山、瀬戸内海見えますね。鹿
下も宮島が大きく見えています。また後で眺めるとして、先に220メートル先の山頂に行きましょう。下りがありますよ。14時7分です。三角点です。以前姫路岳から登った岳山山頂です。高い木が多くて展望がないんですよね。前回登った道です。この横に山が見えるんですよね。後の方にも道がありそうなんですがね。家は見えています。展望場に戻って休憩しましょう。14時15分展望場に戻ってきました。薄日が差しています。新谷山に日が当たっています。五差相山も見えています。香柄山、武田山、檜山、丸山、大茶臼山、そして鈴ヶ峰の右の方に宮島があります。向山です。東郷山です。広島市で一番高い山。そしてまた向山です。北側の展望場です。クスノキ台が見えます。口冠山、そして左手前に尻高山が見えています。竜頭山の方向です。壁冠山とかこっちの方ですね。本宮山にも鉄塔が続いています。山が見えています。西の方です。973メートルの天井山がちょこっと見えるそうです。あれですかね、口冠山、竜頭山、そして牛津山です。14時40分です。下山しましょう。クスノキ台の道も気になるけど、高速道の方に下りましょう。鎖があります。あの岩から展望が見れるんでしょうね。トンボ、風が来ます。気持ちいいです。
武田山や檜山が見えます。宮島、向山、やはりこっちは綺麗な道ですね。わかりやすいです。新谷山の方です。シダは生えていますが道は綺麗です。14時58分分岐です。千年杉経由の道は南の展望があるところに通じていました。右に池があります。ロープがあります。柵になりました。ため池です。ため池の下はもう車道です。ここが山道の入り口になるんですね。新谷山です。15時4分高速道路横まで降りてきました。いい道は早いですね。滝山登山口です。境村ルートと書いてあります。橋から登ったんですね。高速バスの久喜バス停です。15時8分スタート地点に戻りました。